どうも、今日は正近 TV ではございません。今日は皆様に重大な発表があります。私、ハイグレタマオ、新チャンネルを作りました！ということなんですけども、もう新チャンネルはできていて、で、新チャンネルで何本かも動画もアップされています。まあ再生回数は今ね、5回ぐらいかな、多分なんかね、やっぱ再生回数5回とか見ると昔思い出すね。で、今回何の新チャンネルかっていうと、実写でもなく、料理とかでもなく、釣りとかでもなく、私、ゲーム実況チャンネルを作りました。今回作ったチャンネルはシューティング系以外のゲーム実況ですね。なんで例えば前までこっちのチャンネルでホラーとか、あとたまーに、めっちゃたまーにバカゲーとかアップしてたんですけども、全部そういう動画をまあ新しいチャンネルでやっていこうっていう感じですね。前は、このチャンネルでめちゃくちゃもう2ヶ月に1本とかめちゃくちゃ不定期でやってたんですけども、そういう動画を毎日アップしていくチャンネルです。まあ今チャンネル登録者が66万人になって、新しいことをしたいというか、なんか新しくやりたいことが見つかったっていう感じですね。今までもうシューティングゲーム好きで、今はフォートナイトとかエイペックスやってるんですけど、やっぱそういう系、なんか年なのかな、わかんないけど、そういう系以外の動画も、その他の実況者とか、まあいろいろね、気がついたらめっちゃなんか見てたのよね。で、あ、面白いな、俺もやってみたいなーって思い始めたのが、まあ一つの理由でもあります。あと、結構いろいろ理由があるんですけど、まあこのチャンネルって毎日2本アップされるじゃないですか。で、そうなると毎日3本アップってなると、シューティング系の動画だけしか見ないっていう視聴者が僕のチャンネル結構いると思うんですよ。なんでそういう人たちに邪魔になっちゃうかなと思って、ごっちゃごちゃになっちゃうかなと思って、カテゴリー分けというか、チャンネルごとによって路線が違うみたいな感じでね、やっていきたいと思います。ツイッターも新しく作りました。もうそれ用のツイッターというか、まあ実況スタイル的にはどうだろうな、変わるのかな。まあ本当に一人でやっていくんで、コラボとかもしないで、あ、もうコラボとかもうめっちゃたまーにとか、もしかしたらあるかもしれない。まあ基本的にまあ一人でやっていくんで、違ったチャンネルになると思います。今までこのハイグレタマオチャンネルって、まあ COD の、昔からの COD とかの動画も、まあ誰かしら人がいたんだよ。例えば VC でノラで、まあやり合ってるみたいな動画とかもあったんだけども、まあそういうやつから始まり、まあクランを作り、クランのみんなでやり、みたいな。今まあクランのみんなでやってる動画が多いんですけども、玉さすりたいとクソエクラン、そういうね動画とはまた違ったものが見れるんじゃないかなと思います。なので皆さんぜひね、チャンネル登録と動画見てほしいです。好き嫌いあると思うんで、フォートナイトだけ好き、エイペックスだけ好き、 COD だけ好きとかあると思うし、こういうそういう系の動画も見ないっていう人もね、もしかしたら中にいると思う。でもこの機会ぜひ見てほしいです。今多分4本、4、5本アップされてると思うんですけども、これからね、まあ毎日動画投稿していくと思うので、てかもうしていくので、もう準備は整っておりますと。結構準備かかりましたけども、玉尾としてやっていこうと思うんで、ぜひよろしくお願いします。ツイッター、新しいツイッターのね、フォローもぜひお願いします。あと、ソロのフォートナイトとか、あと潜入系ね、スカちゃんとか、そういう系の動画は、ハイグレ玉尾チャンネルでアップされます。ちょっとややこしいかな。まあぜひちょっと見ていただいてということで、はい。お願いします。そしてね、次に、グッズを作りました。と言ってもこれもあの1年以上前なんですけどね、1年以上前に作っておいて発表できなかったという、まあこれね、あの前のね、事務所の方でね、ちょっと作らせてもらって、まあファニコンっていうサイトなんですけども、ゴタゴタアリーのコロナが来て、で発表できずに、まあ今発表するみたいな感じなんですよね。っていう感じで遅れちゃったんですけども、こちらまずは、T シャツでございます。これ今俺、L サイズ着ています。表面にパーって書いてあります。で、腕のとこに、今これ反転してるかな？ハイグレタマオ、ハイグレタマオ HT って書いてあって、こっちの面にハイグレタマオって書いてあって、後ろはロゴとなんか書いてありますね。はい。もう一つは、パーカーです。パーカーも同じデザインです。あの肩に HT ってやって、ここにハイグレタマオってあって、っていう感じですね。で、裏面も、しっかりロゴが入ったりという感じです。で、サイズは、M、L、XL となっております。
まあ今夏なので、まあ、パーカーは暑いかもしれない。まあしかし冬用に買ってみてはいかがでしょうかということでね。あとねもう一つステッカーも作りました。これね正直言うと全然売れてないです。これぜひね T シャツとねパーカーと一緒に買ってみてはいかがでしょうか。全然売れてないんです。まあパーカーと T シャツいらないから、まあこのステッカーだけ買ってあげようって思った方もね、ぜひちょっとお買い求めいただけたらなと思います。概要欄に商品のリンクあるんでぜひチェックしてみてください。この今ファニコンのサイトで売ってるんですけど、ファニマーケットっていう、ここで売り切れたらもうそこで一旦もうストップです。そこで売り切れてしまったらまたいつになるかわかんないですけど、まあ今年中いけるかな。まあ同じような、T シャツとまたパーカーとかね、グッズをね違うサイトで作りたいと思います。大人の事情です。ちょっと連絡がつかなくなってしまったんですよね、この担当の人と。はい、なんでこれ売り切らなきゃやばいんです。買ってグッズ自費で作っちゃったんです。まあでも本当に余裕がある人は買ってください。本当に。次作るとき、何作ろうか。T シャツとパーカー以外なんか面白いもの作りたいんですけどね。なんかぜひね、コメント欄にこういうの欲しいというか、こういうのあったら面白いなって思ったら、ぜひコメントお願いします。で、あとね、クソエクランのグッズと LINE スタンプ。そしてまあ、あと、ハイグル玉尾の LINE スタンプはね、今後作ろうと思ってるので、ぜひお楽しみに。長くなるとあれなんで。失礼いたします。ということで、今回の、セギン TV は、See you